東府中駅の京王リトナード東府中京王クラウン街は京王電鉄によって駅の高架下などを有効利用するために開発された駅中商業施設各駅の利用者層に応じてテーマ性を高めた京王リトナードフレンテという業態で営業しているものもあり中には駅ビルと呼べる規模のものもあるこれらに入居するテナントには 京王グループ各社の経営する店舗が多い。本校では、京王クラウン街、京王リトナード、フレンテのほ他、京王電鉄が、駅地下商業施設と呼称する、駅中商業施設のある駅についても記述する。各店の出店テナントなど詳細は、公式サイト、京王駅地下ドットコムを参照。京王クラウン街がある、橋本駅クラウン街の名称は、京王の王の字から、 王冠にちなむ。京王百貨店、京王プラザホテルなど、京王グループ各社には、王冠モチーフのシンボルマークを用いる企業が他にも、ある。2020年現在、笹塚駅、橋本駅、成績桜ヶ丘駅の3駅にある。リニューアルの際に解消する店舗も多く、京王クラウン街の名称を持つ店舗は減りつつある。京王長山駅、高尾駅、 高井戸駅の京王リトナード、京王玉センター SC は、リニューアルにより、京王クラウン街から解消したものである。キラリナ京王吉祥寺は、京王クラウン街吉祥寺からフレンテ吉祥寺を経て、駅ビル改築により現在の業態になっている。なお、小田急電鉄の類似業態として、小田急マルシェがあり、長山駅、玉センター駅では、 慶応の商業施設と地続きになっている若葉大駅南口右側にリトナードがあるリトナードとはスペイン語で若い目を意味するレイトニオとフランス語で散歩道を意味するプロムナードを組み合わせた造語2020年現在以下の10駅にあるフレンテ明大前の外ビル正面フレンテはスペイン語で前第一線正面最前のを意味する 2020年現在、以下の5駅にある。駅舎改築で商業施設が出店した久我山駅、京王駅地下ドットコムサイトでは、京王クラウン街とリトナードフレンテン以外に、京王線、井の頭線の駅にある専門店街、玉動物公園駅のヒューグショップなども、駅地下商業施設と案内されている。また、京王園線街の店舗として、京王電鉄が、 タワーマンションの商業棟部分を管理する東中野駅東口のユニゾンモール東中野三鷹駅北口の武蔵野タワーズモールも駅地下商業施設に含められている。武蔵野タワーズモールには各店舗として KO ストアの高級食品スーパーキッチンコート三鷹店が出店していたが2020年1月31日に閉店した。ありがとうございます。